こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ王と私の第31話から第40話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマ王と私第31話のあらすじは以下の通りです。第31話は歴史ドラマファンの心をつかんで離さない展開が満載です。物語の中でチョソンはネシフに復職し、かつての仲間たちと再び肩を並べ、民の苦境を理解し合いながら国のために尽力する決意を新たにします。彼の決意は単なる職場復帰を超え、国を変えるための強い意志の表れです。彼の姿勢は歴史的な逆境に立ち向かうために必要な真のリーダーシップを体現しています。このエピソードではソンジョン王の元任民から女真討伐の勅書が届くという重要な政治的転機が書かれます。ソンジョン王は決断を下すことに苦しむものの、ユン王子の言葉によって民の声に耳を傾けることの重要性を再認識します。ここでのユン王子の助言は物語の深い意味を持ち、君主が民を思い、より良い政策を導くために必要な心構えを示しています。民の声を大切にするという姿勢が王の苦悩と成長を際立たせます。一方、物語のもう一つの大きな要素として、一人の女官が解任するという衝撃の事件が発生します。この事件は三軍たちが女官の殺害を企てるという暗い陰謀を引き起こし、ネミョン部の秩序を正そうとするソファが登場します。ソファの行動は正義感と秩序への強い信念を示し、彼女がこの状況をどのように解決するのかが見どころです。ソファの奮闘はネシフ内の権力闘争と道徳的な葛藤を浮き彫りにし、物語に一層の緊張感を与えます。第31話はチョソンとソファのそれぞれの道が交錯する中で、民のために尽力する姿勢や権力と倫理の複雑な関係が描かれる非常に魅力的な回です。チョソンの復職とソンジョン王の決断、そしてソファの正義感が絡み合うことで物語はますます深みを増しています。これらの要素が織りなすドラマの行く先にさらに期待が高まるエピソードです。次回の展開に目が離せません。韓国ドラマ王と私第32話のあらすじは以下の通りです。第32話は歴史ドラマファンにとって見逃せない緊迫感とドラマティックな展開が詰まっています。このエピソードではネシフの騒動が一層深刻化し、捜索が繰り広げられる中で物語の主要人物たちが複雑に絡み合っています。まずチョソンとハンスが監察庁の座をかけて女官の解任に関する真相を追い求めるシーンはドラマの核心を突いています。チョソンはネシフ内にその男の手がかりをつかむものの、女官が自決してしまうという衝撃的な展開が待ち受けています。このシーンではチョソンの執念とネシフ内の緊張感が巧みに描かれており、ドラマの緊迫した雰囲気を一層引き立てています。またソンジョン王の個人的な物語も見逃せません。ソンジョン王が民心を探るためにお忍びで宮廷外に出かけるという設定は彼の人間的な側面を深く掘り下げる貴重な機会です。そこで出会った女王ウドンとの一瞬のすれ違いがソンジョン王の心に深い印象を残します。このエピソードでは彼が再びお忍びで王ドンの家を訪れ再会を果たすシーンが描かれており、ソンジョン王の感情の変化がドラマの重要な要素となっています。チョソンとソンジョン王のそれぞれの物語が交錯し、ネシフの騒動とソンジョン王の個人的な葛藤が交錯する中で物語は一層複雑さを増しています。チョソンの創作とソンジョン王の恋愛模様が織りなすこのエピソードは歴史ドラマとしての深みと人間ドラマとしての魅力を兼ね備えています。第32話はネシフ内の権力闘争と個人の感情が交錯する緊迫した展開が繰り広げられ、ドラマファンにはたまらない内容です。チョソンの奮闘とソンジョン王の心の葛藤がどのように進展していくのか、次回の展開がますます楽しみです。
韓国ドラマ王と私第33話のあらすじは以下の通りです。第33話は物語の緊張感が最高潮に達する一幕です。このエピソードではネシフ内の権力闘争とソンジョン王の個人的な困難が交錯し、歴史ドラマファンにはたまらない展開が繰り広げられます。まず、チョソンがついに女官を身ごもらせた男の正体を明らかにするシーンがドラマの核心を築いています。チョソンが手がかりをもとに調査を進め、男の正体が暴かれることでネシフ内の不正が一層明らかになります。しかし、ハンスはネシフの評判を守るために男がヌヒの一人であったと報告し、事実を隠蔽するという巧妙な策略を巡らせます。この展開ではハンスの冷徹さとチョソンの執念が鋭く対比され、ドラマの緊迫感が増しています。一方でソンジョン王の個人的な問題もドラマの重要な要素となっています。ソンジョン王がオークペを亡くしたことに気づく場面では、彼の人間性と責任感が浮き彫りになります。オウドンの家から抜け出す際にオクペを落としてしまったことを認識したソンジョン王は、再びオウドンと会う決意を固めます。この再会の場面は、ソンジョン王の心の葛藤と彼とオウドンとの関係がどのように進展するのかを示唆しており、ドラマの感情的な深みを増しています。第33話では、ネシフ内の権力闘争とソンジョン王の個人的なドラマが交錯し、物語が一層複雑さを増しています。チョソンの奮闘とハンスの策略、そしてソンジョン王の失った奥手の行方がどのように絡み合うのか。次回の展開がますます楽しみです。このエピソードは、歴史ドラマとしての深いドラマ性と人間ドラマとしての魅力が見事に融合しており、歴史ドラマファンにとっては見逃せない内容です。韓国ドラマ王と私第34話のあらすじは以下の通りです。第34話は物語のクライマックスに向けた重要な転換点となるエピソードです。歴史ドラマファンの心をつかむ展開が続々と繰り広げられ、見逃せない内容が盛りだくさんです。まず、女官解任の件が一段落したものの、ネシフ内での厳しい命令に対する反感が高まっています。ソファの権威に対する不満が広がり、ネシフ内部の緊張感が漂う中で次なる問題が浮上します。チョンスギョンが解任していることが判明し、またもや内定の騒動に拍車がかかります。この状況に対するソファの辛労も増す一方で、物語の緊張感を一層高めています。一方、ソンジョン王の心の葛藤が物語の中心となります。彼はオウドンのことを忘れられず、心の中で何度も彼女を思い返します。決断を下したソンジョン王は、チョソンを伴ってオウドンと再会しようとします。この場面では、ソンジョン王の真剣な思いと、オウドンとの再会への強い執念が描かれており、感動的な展開が繰り広げられます。そして、ソンジョン王とチョソンがオウドンの元へ向かう途中で、オウドンがヒロヤステガン森側の者に連れ去られそうになるという衝撃的な展開が待ち受けています。ソンジョン王がオウドンを救出するシーンは、ドラマの中でも特にハラハラする瞬間です。この緊迫したシーンでは、ソンジョン王の勇敢な行動とオウドンへの深い感情が強く感じられ、心に残る場面となります。しかし、ソンジョン王とチョソンがオウドンを救出した後に、二人がはぐれてしまうという展開が待っています。この先の物語がどう進展するのか、ますます目が離せません。第34話は、感動と緊張感が交錯するドラマのクライマックスに向けての重要な一歩となっており、歴史ドラマの魅力が凝縮された回です。次回の展開がどのようになるのか、一層の期待が高まります。韓国ドラマ王と私第35話のあらすじは以下の通りです。第35話は物語がさらに深い感情と緊張感に満ちた展開を迎える重要なエピソードです。歴史ドラマファンにとっては見逃せない瞬間が詰まった回となっています。今回の話では、ソンジョン王が再びオウドンに会いに行くために宮廷を離れ、友をつけずに単独行動を取ります。この行動が宮廷内での一大事となり、ソンジョン王の行方不明という騒動が巻き起こります。
ソン・ジョン王の私的な感情と責任感が交錯するこのエピソードでは、彼の人間性と情熱が一層強調されています。ついには王丼と一夜を共にするという展開が、ソン・ジョン王の深い感情を描き出し、ドラマの感動的なクライマックスを迎えます。宮廷内では、王の行方不明により大混乱が広がります。チョンヒテビは、ネシフがソン・ジョン王を見失ったことに対して強く責め立てます。この混乱の中で、チギョムはソン・ジョン王が自分の屋敷に泊まったと報告し、騒動を収めようとします。チギョムの巧妙な対処と機転が光る場面であり、ネシフの混乱と彼のリーダーシップが一層浮き彫りになっています。一方、チョソンは友人のジャチがパク助監と通じていたことを知り、驚きと失望を感じます。ジャチには宮廷外の任務を与え、パク女官と共に逃げるよう命じますが、事態は思い通りには進まない様子が書かれています。ジャチとパク助監の関係がどのように物語に影響を与えるのか、興味深い展開が待っています。第35話は、ソン・ジョン王の個人的な感情と宮廷内の政治的な駆け引きが交錯し、ドラマの核心に迫る重要なエピソードです。登場人物たちの複雑な感情とその行動が、物語を一層引き立てています。次回以降の展開がどうなるのか、ますます期待が高まります。歴史ドラマの魅力が凝縮されたこの回を見逃す手はありません。韓国ドラマ王と私第36話のあらすじは以下の通りです。第36話は緊迫感あふれる展開とドラマチックな瞬間が詰まったエピソードです。歴史ドラマファンならずともその迫力に引き込まれることでしょう。物語はソン・ジョン王が街をお忍びで歩いている最中に予想だにしない危機が襲います。突然、男が刃物を持って王に襲いかかり、その結果、ソン・ジョン王を守ろうとしたチョソンが刺されてしまいます。この場面は、ドラマ全体の緊張感を一気に高める衝撃の展開です。刺客は王丼の昔の男である銀職人で、彼の目的が明らかになることで、物語の謎が深まります。チギョムの反応もまた、ドラマの重要な要素です。彼はソン・ジョン王の醜聞が広まるのを恐れ、ハンスに噂を広めないよう命じます。さらに、ノ・サンソンを殺害し姿を消していたソリョンを都に呼び戻す手配を行います。この一連の動きは、チギョムの策略とリーダーシップがいかに複雑かつ巧妙であるかを示しています。一方で、ソン・ジョン王は頻繁に王丼の元を訪れるようになり、その関係がより深まっている様子が書かれます。オウドンの存在がソン・ジョン王の心にどれほど影響を与えているのかが見え隠れするシーンです。この個人的なつながりが王の行動にどのような影響を及ぼすのか注目すべきポイントです。そしてソファはポドゥルからソン・ジョン王がオウドンの元へ通っているという情報を受け、チョソンにオウドンの屋敷に案内させるよう命じます。これにより物語の緊張感がさらに高まり、今後の展開に対する期待が募ります。第36話は、ソン・ジョン王とチョソンを中心に繰り広げられるドラマティックな瞬間と、物語全体の大きな転換点を迎える回です。歴史的な背景と個々のキャラクターの複雑な感情が交錯し、ドラマがさらに深みを増しています。次回以降の展開が待ち遠しくなる、そんな1話となっています。韓国ドラマ王と私第37話のあらすじは以下の通りです。第37話は激動の展開と感情のぶつかり合いが鮮烈に書かれ、歴史ドラマファンにとって見逃せないエピソードです。この回ではキャラクターたちの内面と複雑な人間関係が深く掘り下げられ、物語が一層緊迫感を増します。物語は、王丼がソファに対して二度とソン・ジョン王には会わないと約束するところから始まります。王丼の別れの言葉に、ソン・ジョン王は深いショックを受け、その怒りをソファに向けます。この場面では、ソン・ジョン王の強い感情が全身から伝わり、彼の内なる葛藤と失望が如実に表現されています。ソン・ジョン王がソファを許せず、怒りをぶつける姿は彼の情熱と複雑な感情を垣間見る重要な瞬間です。
ソファの無断外出が発覚すると、インステビはソファに対して厳しく問いただしますが、ソファが真相を明かさないため、代わりにオサン軍が宮廷から追放されてしまいます。オサン軍の追放という厳しい処分により、ソンジョン王の怒りがさらに増し、ソファへの非難が強まります。このシーンでは、権力と忠誠心の葛藤が浮き彫りになり、政治的な緊張感が増します。そんな中、ソファを不憫に思ったチョソンは、酒に酔った勢いでソンジョン王の元を訪れ、直接ソンジョン王を責めます。酔っ払ったチョソンの激しい言葉と感情は、ドラマの緊迫した状況を一層引き立てるものであり、彼の勇気と情熱が際立つ瞬間です。この場面では、個々のキャラクターの強い意志と感情が交錯し、物語の深みが一層増します。第37話は、キャラクターたちの感情が激しくぶつかり合う中で、物語が新たな局面を迎える重要なエピソードです。ソンジョン王と王ドン、そしてソファとの関係が複雑に絡み合い、ドラマの世界がさらに広がっていく様子に心を奪われます。歴史的な背景と人物の感情が見事に融合したこの回は、歴史ドラマファンにとって忘れがたい名場面が詰まっています。韓国ドラマ王と私第38話のあらすじは以下の通りです。第38話は、感情の複雑さと人物同士の絡み合う思惑が見事に書かれ、歴史ドラマファンにとって見逃せない瞬間が詰まっています。この回では、ソンジョン王と王ドンの関係が新たな局面を迎え、物語が一層深まります。エピソードは、ソファがソンジョン王の王ドンに対する深い思いを知る場面から始まります。ソファの心情が描かれることで彼女の内面的な葛藤と複雑な感情が浮き彫りになり、物語にさらなる厚みを加えています。ソンジョン王の王ドンへの思いが明らかになることで、ソファの立場や感情がより鮮明に描かれ、彼女の人間ドラマが一層深く感じられます。ソンジョン王は、チョソンに別れの変化を王ドンに届けさせます。この一幕では、ソンジョン王の真剣な気持ちと王ドンに対する切ない感情が伝わり、心に残るシーンとなります。チョソンが王ドンに伝えるその変化には、ソンジョン王の心の奥底にある深い感情が込められており、ドラマの感動的な要素が一層引き立てられます。王ドンは、チョソンの説得を受け、都を離れる決意を固めます。しかし、彼女の屋敷に現れたソリョンから、ソンジョン王への書状を自分に預ければ、ソンジョン王に会わせるという申し出を受けます。オウドンは、書状をソリョンに託すことに決め、彼女との再会の約束を果たそうとします。このシーンでは、オウドンの複雑な心情とソリョンとの駆け引きが緊迫感を持って書かれ、物語の緊張感が高まります。ソリョンが書状をソンジョン王に渡すと、ソンジョン王はその内容を読み、深い感慨に浸ります。この瞬間は、ソンジョン王がどのようにオウドンの心情を受け止め、彼女との関係をどのように考えるかが明らかになる重要なポイントです。ソンジョン王の表情や反応からは彼の心の葛藤と真実の愛が感じられ、ドラマの感情的なクライマックスが書かれています。第38話では、キャラクターたちの複雑な感情と人間関係が丁寧に書かれ、ドラマの深みが一層増しています。ソンジョン王と王ドン、そしてソファの絡み合う思惑が、視聴者の心に強く残るエピソードとなっており、次回の展開が待ち遠しくなることでしょう。歴史ドラマファンにとって、感情豊かでドラマティックなこのエピソードは必見です。韓国ドラマ王と私第39話のあらすじは以下の通りです。第39話は、劇的な展開と感情の葛藤が織り交ぜられた、歴史ドラマファンにとって見逃せない回です。このエピソードでは、ソンジョン王と王ドンの関係が新たな局面を迎え、キャラクターたちの心理戦が一層深まります。物語は、ソンジョン王と王ドンの姿を目撃したソファの衝撃的な反応から始まります。ソファが泣き崩れるシーンは彼女の心の痛みと裏切りの感情を深く描写しており、視聴者の心を打つ場面です。ソファの苦悩がドラマの中で鮮明に描かれ、彼女の感情の波が物語に強い影響を与えます。
このシーンを通じてソファの複雑な心境とソンジョンオーとの関係の緊張感が一層際立ちます。一方、三段軍はソンジョンオーの弱みを握るためにオードンを捕らえることに躍起になります。彼はインステビに対して王族の妻が宮廷内でソンジョンオーと王政を重ねていると吹聴します。この策略によってインステビはソンジョンオーとソファを問いただし、二人の中に亀裂が入ってしまいます。三段軍の陰謀とその影響が物語に一層の緊迫感をもたらしています。ソンジョンオーとソファの関係に亀裂が生じることでドラマはさらに深刻な展開を迎えます。ソンジョンオーとソファの絆が試される中で、二人の感情のもつれがドラマの核心となります。特にソンジョンオーの過去の行動とその後の影響が物語に重要な局面を作り出しています。またソファは再びソンジョンオーとオードンが会うことを知り、彼女の行動が注目されます。ソファの選択や反応が物語の今後の展開に大きな影響を与えることは間違いありません。彼女の決断がどのように物語を変えるのか興味深く見守りたいところです。第39話は感情豊かな演技と巧妙なプロットが織り交ぜられた見応えのあるエピソードです。ソンジョンオー、オードン、ソファ、そして三段軍という主要キャラクターたちの複雑な関係が交錯し、ドラマの緊張感が最高潮に達しています。歴史ドラマのファンにとってこのエピソードは絶対に見逃せない内容です。次回の展開がますます楽しみになること間違いなしです。韓国ドラマ王と私第40話のあらすじは以下の通りです。第40話はこれまでの物語の集大成ともいえる緊迫した展開を迎え、歴史ドラマファンの心を強くつかむ回となっています。感情の交錯と運命の岐路が絡み合うこのエピソードでは、キャラクターたちの複雑な人間関係とドラマの核心に迫る展開が書かれています。物語はソファが膝をついて王殿に都を去るよう懇願する場面から始まります。この場面ではソファの必死な姿が王殿に深い尊敬の念を抱かせます。ソファの苦渋の決断と切実な頼みは彼女の心の深さと誠実さを強く印象付けます。この感情のぶつかり合いは物語に一層の緊張感とドラマ性を加えています。しかしソファの行動が一つの大きな波紋を呼ぶことになります。三軍を騙して王殿に会ったことがインステビに知られ、ソファとインステビの関係は一層悪化してしまいます。政治的な駆け引きと個人的な感情が交錯する中で、ソファの立場がますます困難になっていく様子が書かれています。ソファとインステビとの対立は物語に新たな緊張感をもたらし、次の展開に向けての伏線となっています。さらにチョソンがオードンを宮廷に引き入れたことがハンスに知られ、オードンは監察部の手に渡ってしまいます。朝廷はオードンとソンジョン王の関係に注目し、ソンジョン王に対して厳しい態度を見せます。オードンに対する厳しい取り扱いはソンジョン王の立場をさらに窮地に追い込むこととなり、ドラマの緊迫感を高めています。ソンジョン王はついにオードンに別れを告げることになります。二人の感情的な別れはドラマの中で最も感動的で心に残るシーンの一つです。ソンジョン王とオードンの関係の終焉はこれまでの物語の積み重ねとキャラクターたちの感情の深さを象徴する重要な瞬間です。第40話はキャラクターたちの複雑な感情と運命が交錯する中で物語の核心に迫る重要なエピソードです。ソファ、オードン、ソンジョン王、そしてインステビといった主要キャラクターたちの葛藤と選択がドラマの展開を大きく左右するこの回は、歴史ドラマファンにとって見逃せない内容となっています。次回の展開がますます楽しみになること間違いなしです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。